うわ、村上工業が始まる。普段と違うとあれだね、んちょっとあれだね、やっぱユコがいた方がいいね、いた方がいいな、うん、もうテンションただ下がりだな、もうね、おじさんがダラダラ喋るお姉さんはね、ダラダラ行くな、じゃあお願いします。まあ先週の技能ゴルフではですね、私伊波が、まあ仕事とはいえどもちょっと初のちょっと遅刻をしてしまいまして、まあすごいやっぱここ来るまでに焦ったなーっていうのがあるんですけども、まあここ来るまでにね、車の中でカンナさんとユウコちゃんのね話聞きながら、まあなんかすごい寂しかったんですよね。やっぱり技能ゴルフってね、カンナさんでユウコちゃん。いや、やっぱ三人でね、喋って、三人揃ってこその技能ゴルフだと思うんで、こっからも心機一転ね、三人で頑張っていきたいと思いますけども、ね、ゆうこちゃんね。ゆうこちゃんがいない！ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。さあということで始まりました、はい、ギノガルフ。ギノガルフ、いないね。いないね。先週伊波さんいなくて、はい、オープニングね。オープニングね、うんうん、今週は優子がいないという、はい、これはあれですか、やっぱり先週も僕がいない状況で、はい、この番組始まった時は、うん、まあ、ここまでちょっとテンション下がってたもんなんですかね。いや楽しかったですよ全然早いな、回答が即答だなだって普通になんか会話してた。あ、そうなんですか。そうだね、へへんみたいな感じだったんですけど、はい、そうですね、そうですね、やっぱり俺ら二人だと緊急特番の時以来ですもんね。そうですね、二人で喋るのはね、やっぱりね、間にそのゆうこちゃん的にもね、うん、花が、うん、こうまでもね、うん、ちょっとなんでしょう、テンションがというか、そうですね、おじさん二人でね話するとなると、ね、まあ、おじさんの番組になってしまいますよね、うん、まあ良かったですね。でもギノガルフって名前にもなってね、はい、あの時何でしたっけ、ギンギンギノワンにしようかとかねあ、最初はね、もうおじさんっぽい名前が、はい、あの時はまだゆうこちゃんとお会いしてなかったからね、はい、僕らもね。そうですね、ゆうこがいてギンギンギノワンだったらどうなってたんでしょうね。どうなってたんでしょうね、うん、しかもこの感じで、うん、じゃあ今日ゆうこがいないから、はい、皆さんオープニングトーク一人で喋ってってる途中で、うん、ロッキーがもうすでにオープニングのボタン押しちゃうっていうもう早く、ね、早くもな、ああ、いや、一人喋るは早く終わらせようみたいなもう気持ちが先走ったんでしょうね。嫌がらせですよ、嫌がらせのようにもう音も入ってくるわでね。聞こえた音、ちょっと押したらオープニング、ちょっとね、ちょっと聞こえた、ちょっと入ったんですね、そうね、うん、聞こえたってよ。そうなるんですよ、やっぱり間違えた、一瞬間違えた、一瞬間違えた。そうですか、はい、まあまあまあ、こんな状況ですけど、はい、でも、はい、ゆうこちゃんはあれなんでしょ、何今、うん、向かってるんでしょ。向かってるはずです。はい、向かってるんですね向かってるはずです。はいはい、はい、なので、はい、うん、どのタイミングか分かりませんが途中参加ということになりますので、うん、それをまた楽しみにしてください、はい、さあ、じゃあここからは恒例の、この1週間どうだったのかなのコーナーいきましょう。はい、はい、矢さん、なんかもうね、先週に引き続き、うん、なかなか、うん、お仕事が、はい、こう忙しくてですね、うんうんうん、もう朝早くて夜遅くまでで、なんかだいぶスケジュールパンパンみたいね、だったんですよね、うん、もうちょっと寝不足というか、まあ、うんうん、まあまあ、こういう時って、はい、やっぱ普段の、うん、なんだろう、こういうなんかその詰まってると、うん、なんだろう、些細なことでも、うん、なんか間違えちゃうっていうか、わかります？
まあ、頭が働いてないんです、悪循環、ま、回ってない感じね、回ってない悪循環、ね、うんうん、ジュースさっき買ったのに、うん、一口だけ飲んでまたジュース買いに行くとか、うん、あ、疲れてますね、疲れてるね、完全に疲れてますね、疲れてる、はい、そういうのがね、うん、今週こういう中ミスがねすごい目立って、だって聞いたらさ、うん、睡眠時間少ない時って、ね、2,3 時間ぐらいの時があるんでしょ、うんうんうん、やばいね、やばいよね、金さんもそうですよ、なんかキャンプ始まって、あ、まあでも俺6時間ぐらいはなんとか寝てます、はいはい、またこういう時に限ってスマホの調子がもうめちゃくちゃ悪い、なんか重なるよね、重なるよね、うん、俺そうそう、この1週間、まあ、さっきもね、うん、このあの FM 技能のこの番組入る前にいろいろスマホいじってたじゃないですか、はいはい、うん、1個も検索できんかったよ20分ぐらいずっと俺スマホいじってたでしょ、あんなにいじってて1個も検索できなかったよ、うん、マジで、もうそのぐらいもうそのスマホもちょっとへばってるんですよね今。なるほど、同じぐらいじゃ疲れてるということですか、はい、まあ大丈夫、いつぐらい落ち着くのそれは、いやもう大丈夫です、もうそろそろ、もうそろそろ大丈夫、はい、大丈夫です、まあ、くれぐれも我々も今年40になるわけで、そうなんですよ ね、 ね、体調には、体調に気をつけていきましょう、本当に、はい、なんかあります、40になったらやっぱり、体のね、うん、やっぱ体を動かすと、うん、いろんなところが痛くなるっていうか、ね、腰の方も今、あ、まあ、腰が痛いというか、金さんはでも普段運動してるからか、ただね、疲れが抜けにくいというのは感じますね、あ、うん、回復力が落ちてるなっていうのは落ちてますよね、感じますけどね、あと金さんお酒飲まない、うん、飲まない、お酒飲んでるとね二日酔いがひどくなる、あ、そうなんだ、40になると、うんうん、抜けない、あ、なるほど、うん、じゃああんまりお酒は飲まないようになったりするの？いや、それがそうではない。うん、飲むのは飲む。飲むのは飲む。あ、そう、うんうん。だから余計にね、うん、ちょっとその体にムチ打ってる状態になってるんですけど、うん、しんどい状態でやってるということですね。うんうん、なるほど。でもまあありがたいですよ、こうやってね、ゆぎゅうで、あのお仕事させてもらってると、うん、まあ、充実はすごいしてるんですね。まあまあそうですね。いろんなこと、うん、まあ、重なってはいますけど、経験なんでね、これも一つもね。はい。はい、うん、僕なんですけど、まあ、キャンプが始まりまして、プロ野球の、はいはい、朝一からね、うん、いろんなとこ回ってるわけですけど、今のところドラゴンズ と、阪神のギノザキャンプがつり行ってきたんですけど、はい、ね、ドラゴンズがね今年はもう雰囲気が全然違うんですよ。あ、そうなんですか。去年までねちょっと正直なんか、ま、応援してるけど暗いチームだなっていう感じだったんですけど、うん、今年からユニフォームの色も変わって、はあ、ちょっと鮮やかなブルーになって、うん、で、チームも活気が出てて、うん、すごく雰囲気が良かったですね。なので、新人選手も入ったし、うん、新外国人選手も入ったし、はいはい、トータル的にねだいぶ良くなってますね。これって何？じゃあユニフォーム効果がでかいってこと？いや、チームの意識ですね。意識、これは去年最下位だったのよ、うん、ドラゴンズって、はいはいはい、で監督も変わって、うん、でコーチも変わって、うん、そういうスタッフが変わっていくと、うん、じゃあ今度どういう風にしていこうとか、うん、あとチームの雰囲気も良くしようって、その全体の意識で、まあ、統制が取れてるというか、それがねバランスが非常にいいですね。だから今年は、うん、見てわかるんだ、それはわかる、全然違います。キャンプのその練習風景を見て、うん、まず声が出てる。あ、声ね、もうこれね、別にプロだから声出さなくていいよとかって言うかもしれないですけど、はい、やっぱりその全体の雰囲気とか、うん、やっぱその盛り上げる人とか、はい、やっぱそういう人が何人かいた方がいいんですよ。それがねもう全然違いますね、今年は。声出すとね、うん、やっぱり元気出ますよね、うん、その人の感化されてね。これはもう間違いなくあります、はい、なのでぜひドラゴンズ注目していただきたいなと、うん、で阪神は同じぐらい声が出てるんですけど、うん、声が出てる、より声が出てるのは、ファンの人のヤジですね。あ、そうなんだ。お前何しとんじゃとか、あ、しっかりせんかいとか。あ、キャンプでもそういうヤジあるの？あ、いますいます。もう関西の方がたくさん来てて、はいはい、そうそう、中にはピンクのハッピー着たギャルの方も、まあ、選手の追っかけでしょうね、はい、そういう方も来てて、うーん、で、あとはもう何回か行ってるかもしれませんが、阪神ギノザキャンプに行くと、はい、パーラーギノザというお店があって、はいはい、ましたね、はい、うん、選手の名前をもじった商品とかがたくさんあるんですけど、うんうんうん、そこに、僕のサインが飾られてるって話をしたと思うんですけど、はい、ね、今回行ってみたら、うん、なんとこれまでのサイン3枚飾られてました。なんか知らない、すごい、ね、なんか知らないですけど、うん、選手のサインより僕の方が1枚なんか額に入ってて、うん、3枚こう飾られて、なんかこれを見に来る方もいるらしくて、もう10年ぐらい行ってるからでしょうね。うわー、はい、それって
その関西のねファンの方とか、うん、誰じゃいみたいな、そうね、なってるんじゃないですか。なんやこいつってなってる。かな、誰じゃいって言ってんだよ。こんなだったから関西。なんぼのもんじゃいみたいな。こんな感じだったから。今日の QAB の夕方の何でしたっけ？Q サプリみたいな。はいはい。Q アプリ。Q アプリか。うん、ごめんなさい。Q アプリか。うん、で山内ゆり子さんが、はい、山ゆりさんがキャンプ特集やってて、はいはい、それで今日紹介されてましたね。カンナの？うん。ドラゴンズとタイガース行ってて、うん、タイガースパーラー銀座行って、うん、俺のあのサインがアップでドーンで俺の写真がこうこういうの誰じゃいなんぼのもんじゃいって言ってんだろテレビの前関西かなそれまあまあでもそういうこともありましたね。そうやってピースしてる写真も飾られてるんだ。なんかじゃあちゃんとなんかなんていうの潜在写真みたいなのがこうありましたけど、ね、いやすごいいい PR じゃないですか神田さん。じゃあこれで ねいやありがたいですよ。で近々また僕ちょっと他局なんですけど、はい、キャンプの特集の番組をちょっとコーナーをやることになりまして、はいはい、うんうん、12日かな、うん、日曜日、今度日曜日、朝一で茶谷にいますんで、ほうほう、よかったら、ロケ見に来てください。はい、よろしくお願いします。いいですね、はい、でね、うん、あともう一つ、昨日恒例の、うん、映画沖縄を変えた男チーム、うんうん、沖縄を変えた男チームが、うん、その一般の草野球チームと対戦するんですけど、人数が足りないってことで、うん、僕助っ人で行きまして、はい、久しぶりにね2安打しましたね。たまたま持ったバットが昔持ってたバットと同じ感覚で、うん、使ってたバットと、うん、だからあ、じゃあ昔のフォームに戻して打ってみようと思ったらいい感じで打てましたね。何何、いや、バットでやっぱフォームをやっぱ変わったり、そうそう、バットの重さとかバランスとかによって、うん、フォームって僕変えてたんですよ。あと小さい頃からいろんな野球選手のモノマネをしてたから、うん、もうバッティングフォームが自分のフォームっていうのがないんですよ僕。なるほど。そしたらその時の方を思い出して打ってみたらまあ良かったですね。ずっとこれで打っちゃよかった。一番しっくりくるフォームって何ですか？ヤクルトの飯田さんみたいなイメージなんですけど。飯田？うん、はい、日本人ですよ。はい、はい、飯田選手ね、はい、はい、飯田さんみたいな、ちょっとだけ短く持って、うん、片足上げて手前、まあ、引きつけてパーンっていうやつなんですけど、全然わからんよな。いや、わかりますよ。知らんよな。いや、わかりますよ。楽しく喋ってるなっていうのは気持ちはわかってます。いや本当に、はい、本当にあれ良かったですね、うん、楽しかった。ちょっとだからしばらくこれで僕のバッティングフォームとか見てなんか指摘とかできます？あ、できますよ。本当ですか？はい、僕野球部じゃなかったですけど、だいぶフォームはちょっと僕ね、いいですよ、なかなかちょっと野球苦手なんでちょっと指摘してもらっていいですか？じゃあちょっと軽くスイングしてみてもらっていいですか？はい、はい、お願いします。はいはい、うんうん、ああもう一回、はい、ふやっていう感じですね。ああ、ね、うん、前歯が出てますね。いや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 、はい、前歯はバッターボックス畳んでも出てるわ。あ、もう一回振ったわ今。リアルな話をか、うん、リアルな話、完全に足腰が伸びるのが早すぎますね。あ、そうなんですね、はい、足腰が伸びるのが早い。うん、はあはあ、もう突っ張った状態で振ってるんで、うん、こんなだったら飛ぶはずがないんですよ、ね。もう少しこう低めに。体が硬くても僕体硬いじゃないですか。あ、硬くても大丈夫です。全然いけます。プロ野球選手でも硬い人います。いますいます。あ、はい、そうなんですね。うん、僕より硬い人もいます。まあわかんないですけど、うん、体硬い人は全然います。あ、そうなんですね。うん、まあ、ただ落合さんが昔言ってたんですけど、うん、体を硬く使う人は、うん、よろしくないって言ってました。あ、まあ、そうでしょうね、うん、どんなスポーツもやっぱ柔らかく動かすのが正しいというふうにしてたんで、矢さん野球向いてないんでしょうね、やっぱりね。うん、僕バッティングはまだいいんですけど、うん、確かキャッチボールした時がね、あ、僕と、うん、はいはい、なんか硬かったような気がするんですよね。あ、うん、確か、まあ、今のね、うん、遠くのキャッチボールもちょっとそうですね、硬い感じもしますけどね。あなたがね緊張しているのか。もうちょっと来てもいいかなと思って。あ、俺が、はい、うん、まあ、いやいや、今俺の話だからさ、こんなことがありましたよってお話で、はい、はい、でね、うん、今日は、うん、まあ、ゆうこがじゃあどっかのタイミングに入ってくるんですけど、はい、その間にもあのゲストもお迎えして進めていきたいなと思っておりますので、はい、そのあたりも楽しみにしてください、うん、そして、遅れましたが、ツイキャスの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今日もよろしくお願いいたします。ね、いろいろ来てますね。
サウロのお兄さん、こんばんは、吉永小百合です。何言ってるんでしょう。番組みたいですね。恒例のコーナーですね。ありがとうございます。ね、はい、ドクロのピアスさん、こんばんは、高道の子です。何言ってるんでしょう。ひとみん来てますね、こんばんは、吉高由里子です。何言ってるんでしょう。ありがとうございます。これさ、毎週これやってるじゃん。はい、これずっと。このまま行くのかな、これ。これやりますよ。うん、ずっと続けますよ。みんなもツイッターこれしか書いてこないんですけど。いいじゃないですか。あ、いいですか。これまあまあ、そうですね。はい、何も、内容に関してなんとかとか。いや、ないです。日頃の状況とかなんか。ないです、ないです。ないですね。これ何言ってるんでしょうのコーナーですか。何言ってるんでしょうのコーナー。はい、はい、いいですね。あ、まあ、後々ね。はい、そうですね。泉さんの特急サザンさん、こんばんは、田原幸太郎です。何言ってるんでしょう。はい、ありがとうございます。こんな感じですかね。はい。はい。ありがとうございます。こんばんは、小山さんです。さらっと言えない名前出してくるところもあるんですね。そうですね、ごめんなさい、これだけちょっと反応が難しかったです。はい、その他の方もね、はい、いろいろありがとうございます。今日はのツイキャスもできるだけ拾っていきたいなと思っておりますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。そして現在ね、Facebook 動画見ている方もどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後は、ぜひ FM 宜野湾のユーストリームもしくはツイキャスをぜひご覧ください。もうその他、リスラジというアプリもありますので、ぜひそちらからも聞きます。全国から聞けますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、ということでじゃあ番組進めていきますか。はい、はい、参りましょう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ。難しい感じ。石田さん、じゃあすみません、よろしくお願いします。お菓子は持ってるよね、そっちも。うん、あるある。あ、うん、よろしくお願いします。じゃあちょっと時間までこちらの方で、はい、お願いします。どうしよう、お前、あ、これがいいのかな。いやいや、これでいいよ、大丈夫。うん、来たら、来たらまた入れよう、それ寄せよう。うん、うん、なんか最初の時ってもっとすごいダラダラ喋ってたよね、1回目の時ね。そりゃスポンサーもついてなかったそういうことか。ただただ最近のこと喋ってるだけだコミュニティっぽかった。ギノガルフ、ギノガルフよ、お聞きなさい。さあ、ギノガルフをお届けしています。まだゆうこ来てないですね。ね、どのあたり走ってるんでしょう。安全運転で来てね、ゆうこね。はい、焦らずに待ってますんで。さあ、ではここで、グッドフィールドグループからのご案内です。今週私、神田邦弘がご紹介をさせていただきます。今週はビス三重那覇メインプレス店をご紹介します。いろいろなものをつなぎ合わせるネジの意味を持つビスでは、つなぐを合言葉に日常に寄り添ったアイテムを提案いたします。程よいトレンド感に大人らしさをプラスし、女の子の可愛いと今期待が詰まったアイテムを展開。例えばずっと愛されるベーシックとトレンドの絶妙なバランス、オンとオフも活躍する着回し力のあるアイテム、どんな世代にも好感度の高いコーディネート、そして毎日着られる嬉しいプライスです。女性にとって服は着飾るだけのものではなく、気分や時間、毎日を咲かせてくれるもの。毎日好きな服を着て毎日を咲かせていく女性がもっと増えるようにビスが叶えていきます。そしてただいま那覇メインプレス店では24日公開の映画ララランド鑑賞ペアチケットプレゼントキャンペーンを開催中です。13日からはメンバーズカード新規入会キャンペーンも開催とイベント目白押し。今すぐ着られる可愛い春物アイテムが続々入荷しておりますので、ぜひ店頭に足を運んでください。お問い合わせは電話 098-951-3338 番、 098-951-3338
951-3338 番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのご案内でした。さあ、ということで今週は、ビス、うん、ね、サイナーメンプレス店ご紹介ということなんですけれども、もうビスはもう本当に有名なお店でね、好きな方がやっぱ多いんですよ、うん、あのご紹介にもありましたけど、世代の広い方にね、はい、対応するようないろんなタイプの服がありますので、ぜひ皆さんも一度足を運んでいただければと思います。だいたいね、サイナハンメンプレス店中央入り口あるじゃないですか、はい、入って、右側なんですけどね、だいたい2本目本当に真ん中ぐらいにありますの で運が良ければひょっとしたら、タレントさんがもうよく利用されてらっしゃるんですね。タレントさんがスタッフをしていることもあるかもしれません。なるほど、はい、なので、はい、ぜひ行ってみてください。あの人、あの人がってことになるかもしれないので、は、はい、誰でしょう、誰でしょう、はい、ここまでにしておきましょう、はい、ということで、今週は、ビス三重のメイプレス店ご紹介いたしました。さあ、ということで続いてなんですが、今月、はい、まあ初のゲストということで、まあ、月一恒例のゲストなんですが、うん、この方に入っていただきましょう。ではお願いします。どうぞ。お願いします。はい。はい。待ってました。ありがとうございます。はい。お菓子御殿のお時間ということで、では自己紹介をお願いいたします。はい。どうぞ。はい、お菓子御殿から来ました、西方と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。西方さんです。はい。西方さん、はい、調子はどうですか。ですか、はい、そうです、今日出る予定じゃなかったんですけど、ちょっとあの、ね、西方さんといろいろメールとかで、ね、やり取りしてて、はいはい、紹介する方がいるということだったんですけど、はい、急遽そうです ね、来月にしてくれということで、はい、急遽渡した方が直接西方さんがいらっしゃったわけです、はい、そこはもう深くは聞かないことにして、そうですね、西方さんは普段どういうことをされてるんですか。はい、ウェブの担当で、公式ホームページとか、あと SNS の運用したりとか、うん、あとは店舗の企画とかをやってますね。なるほど、はい、ということなんですよね。あ、そうだ、この間僕、まあ、このプロ野球キャンプシーズンなんで野球好きな、うん、知り合いが県外からやってきてて、はい、で、恩納村のお菓子御殿の方に、はい、連れて行って、うん、はい、そこでちょっとお土産と、あと上の方と、あとカフェが、はい、ね、できてるんですよね。はい、ダイヤモンドビーチのところにダイヤモンドブルーというカフェがありますね。そうな、もう本当に海が近くて目の前に見られるんですよ、うん、はい、で、お土産買ってそこでちょっと食べようかなと思ったら、うん、時間があるんですね。ちょっと早い時間に6時ぐらいでしたっけ今だと。オープンですか。いやいや違います、クローズです。あ、そうですね、はい、早いですね、6時です ね、うん、ね、はい、クローズが6時だったんで、はい、ちょっと間に合わなかったんですけど、うんうん、ちょっともう少し早めに行けばね、綺麗な海も見られますし、あ、そうですよね、あっちのね、はい、綺麗ですもんね、うん、もう本当に景色も最高なのでね、うんうん、ぜひ、足を運んでいただければなと思っております。あ、そうだ、西方さん、はい、そういえば最近お菓子御殿で嬉しいニュースがありましたよね。あ、はい、うん、ですね、先日新聞の方にも載ったんですが、はい、プロが選ぶ土産物施設100選で、2位になりました。いや、2位ってこれ普通の県内2位じゃないですか。全国2位です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、はい、これなんですけど、はいはい、5年ぐらい前から、ランクインしだしまして、はい、8位5位3位3位3位で今年2位になりました。すごい、はい、すごい。お、じゃあ最高ランクということですね。そうですね、でただですね、うん、22年連続1位のところがあって、うん、そこがやっぱり強敵なので、うん、はい、来年以降1位になれるように。ちょっと待って、22年連続1位のお土産屋さんで、もうその施設が半端ないってことですか。そうですね、どうやったら22年連続1位になれるんでしょうね。これは何ですか、そのなんか評価する方たちと何かつながってるんですか。そうじゃないの、まあね、22年はなかなか、そうですよね、お菓子御殿はそんなことないですよね、純粋に評価してだと思いますよ。そうですよね、はい、はい、でもこれ皆さんすごい喜んだんじゃないですか、です、ね、2位っていう、はい、すごいですね、ずっと3位3位3位だったんで、うん、はい、2位と、はい、大きな一歩ですねこれは。この間ね、来ていただいた社長が笑顔でこうやってね、はい、そうですね、そうですね、映ってましたもんね、はい、ありがとうございます。そうですか、まあでもね、これだけじゃあやっぱり観光客の方にも喜んでいただいていると
そうですね、商品も施設も、うん、まあ、サービス面もいろんな面で評価させていただいているので、うん、はい、大変ありがたいと思います。ということですもんね、はい、ぜひ今後皆さんお菓子御殿よろしくお願いいたします。さあ、そして、今回お越しいただいた西方さんにはお菓子御殿の商品を、ね、はい、ご紹介していただきたいんですが、まずはじゃあどちらからいきましょう。はい、はい、まずはですね、はい、1月に、1月16日に新発売となりました、はい、抹茶ミルクマンという商品をお持ちしました。はい、はい、出してます。はい、ベニーモタルトのイメージが強くてベニーモ商品が多い、当店なんですけど、今回抹茶ミルクマンというものを出しまして、なかなか珍しい、はい、イメージですね。大変好評で、はい、パッケージも斬新になっているの で、うん、売れ行きかなり好評ですね。なるほど、これちょっと伊波さん、はい、開けてみてください。あ、いいですか。ありがとうございます。はい、ナイスなコメントお願いします。いや、もうギノガルフの食レポ担当ですから、ね、ちょっと開けてみましょうね、はい、お、ちょっと綺麗に開けれるかなっていうところから始まります。なるほど、そこからですか。ちょっとシールがね。大丈夫です。はい、はい、はい、開けますよ。いいですね、なんか変な緊張感が走ってます ね、はい、そうですね、今ね、大丈夫、普通で大丈夫ですよ。普通で大丈夫ですか、うん、はい、はい、はい、なっと開けました。はい、はい、はい、ポチッとなみたいに言いましたね。はい、さあ、中身は5つ。はい、はい、小分けであるわけです。ちょっと一個ください。はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、はい、はい、こんな感じですね。こんな感じ、はい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 、こんな感じですね。はい、はい、こんな感じ。そうですね。じゃあ、今から皆、はい、さんが食レポをしますんで、はい、食レポお願いします。はい、じゃあ、袋いただきます。はい。皆さん普通にもうこう切っていいですか。これ開けるのも難しいですね。リハーサルしとかないとダメですね。はい、いただきます。うん。あ、でもこれ、はい、どうですか。抹茶好きな方はどうでしょうか、はい、逆にもっと濃い方がいいっていう方もいるんですけど。そうですね、割とあっさりしてますね。そうですね、ミルクマンなんでミルクが入ってるので、はい、食べやすくはなってますね。僕もいただきます。はい、はい、あ、本当だ、ね、はい、もっとイメージで抹茶が強いのかなと思ったんですけど、後からその甘さが乗っかってくるというか、うん、美味しい、柔らかいですね。柔らかい、うん、柔らかい味ですね、うん、あ、これ食べやすい、はい、特にあのインバウンドで海外の方に好評ですね、はい、これ今、うん、はい、なるほど、いいですね。じゃあゆこもいただきますね。いいよ、うん、ゆうこ、はい、え、なんすか、なんすか、ゆうこ、ゆう、パーマしたゆうこ。パーマしてる。気づきました。もうパーマで遅れたゆうこ。もうパーマするのもっと早くしないと。いや、びっくりしたんですよ、うん、来た時にやばい、急げ急げって言ったら3名いるから、うん、あれメンバーチェンジしたっけと思って、ということでゆうこ来ました。すいません、来ました、はい、なんとこの試食のタイミングでうまい具合に来ました、ね、そうですね、ゆうこイベントがあったんですよね。そうですね、糸満の青年会議所の総会があって、うん、なるほど、それにちょっと OBP がゲストで出演してきました、うん、はい、そこからの、まあ、はい、移動ということでね、はい、西崎から来ました。なるほど、間に合ってよかったです。はい、はい、そして、そこからの抹茶ミルクマン、うん、ね、一番いいタイミングで、いやけど本当に食べていいですか。いいよ、抹茶めっちゃ好きなんですよ、うん、抹茶めっちゃ好きね、抹茶めっちゃ好き、なんか、ね、踏んでますけどね、踏んじゃった、はい、いただきます。はい、思ったより食べやすいです、はい、ね、なんかあの、うん、ちょっと苦味とかそういうのがあるのかなと思ったんですけど、それイメージしたんですけど、すごい食べやすい、ミルクが入ってるから結構甘く感じるんですね、まろやかになるんですね、しっとりで濃厚、まあ、そうですね、もっと、まあ、抹茶好きな方は濃い方がいいって言うんですけど、うんうんうん、はい、皆さんに食べやすくなってます、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。これがまず一つ目の商品、はい、抹茶ミルクマン、はい、はい、でもう一つ今日はご紹介いただきますね、はい、はい、もう一つは、沖縄焼きドーナツハッピーリングという商品をお持ちしました。出ました、はい、かわいい、はい、これなぜお持ちしたかというと、はい、もうすぐバレンタインデーなので、はいはい、バレンタインデーにも最適かなという商品になります。なるほど、はい、はあ、いいですね、しっとりうっとり5つのリング、はい、はい、沖縄焼きドーナツハッピーリング、はい、いいじゃないですか。おいしそう、うん、ありがとうございます。そうか、バレンタインもありますね、来週か、うん、来週だ、来週だね、ちょうど1週間後ですね。あ、そうですね、あ、バレンタインなんだこの日、うん、あ、ギノガルフある日、どうしようかな、さりげなく言ったのに、どうしようかな、バレンタインなんだね。いや、でもこれはじゃあどういう
商品になるんですか。はい、はい、これはですね、まあ、なぜお持ちしたかというと、うん、もう、バレンタインっていうこともあるんですけど、はいはい、ですね、2015年の10月に、うん、具志堅用高さんが、うん、国際ボクシングの殿堂入りした際に、はいはいはい、まあ、パーティーを行った時に来場者の皆さんにお配りしたという商品になっていて、うん、はい、ボクシングのリングとこのハッピーリングのリングをかけて、うん、なるほど、はい、すごい、シャレの効いた感じでプレゼントしていただきました。はい、あ、コメントありますね、具志堅用高さんの、ね、かつて名前もとってもいいので、はい、ね、リングは僕の夢の舞台だった、リングを降りて35年、うん、還暦を迎えた今年、国際ボクシング殿堂入りの記念リングに胸が震えた、この喜びはたくさんのボクサーに喜びのリングを次の世代にということで、その祈りを沖縄のハッピーリングに込めて、本日はありがとうございましたということでお礼で配ってたわけですね。はい、はい、うん、なるほど、ということなんですね。このハッピーリング、これは以前から、そうですね、かなり前からありますね、ということですね。人気商品と、はい、そうですね、いうことですね、はい、はい、先ほどの抹茶ミルクマンと合わせて、はい、これはもう各店舗に、そうですね、うん、あります、はい、はい、ぜひお買い求めいただきたいと思います。まあね、もう商品数がかなりありますけれども、うん、また月1でこういう形でね、スタジオに来ていただいて、お菓子御殿の商品をいろいろご紹介していただこうと、はい、西方さんが来るかどうかは、分かりません。それは分かりません、はいはい、今回は急遽ということで、はい、ぜひ次も また急遽出られないってなったら西方さんね、はい、出なくてもギャラリースペースにはいると思うので、はいはい、なるほど、なんかある時にはまた、ね、はい、よろしくお願いいたします、 今回はお菓子御殿、抹茶ミルクマン新商品、そして、おなじみのハッピーリングご紹介いたしました。さあ、西方さん、今日スタジオお越しいただきましたので、はい、一曲リクエスト、はい、はい、おかけしたいと思います。では、何をおかけしましょう。365日の紙飛行機、はい、お願いします。はい、OK です、ありがとうございました。ありがとうございます、いい感じで、はい、ちょっとこれ写真撮りましょう、これも、あ、そうですね、はい、うん、ね、お越しいただいたときはぜひ商品を、うん、はい、はい、いきます、はい、チーズ、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、とても美味しいですね、本当に食べて、美味しい、 ありがとうございます、抹茶大好きだから、これは我々でということで、ありがとうございます、やった、ありがとうございます。で、あれはプレゼントということで、3人分ということでいいんですか、ちょっとそうね3人これセットで、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、後ほどご紹介します、じゃあ、ありがとうございます、こっち、こっち、メールでってことね、いつものように、そうそう、メールで受け付けよう、そうしよう、はい、じゃあ立てとこうかな、うん、ちょっと見える、全然大丈夫だ、全然、全然なんでも、車で聞いてましたよ、うん、聞いた、いやー、寂しかったよ、ゆうこちゃん本当っすか本当にいや、でもやっぱ3人いた方が安心するね全然、全然違うねでもなんか車で聞いてて自分も寂しくなりました、なんかいつじゃないですか、2人の時に聞いて寂しくなって、自分もなんか寂しいと思ってあれ、できる、そういえば、今夜のコンプラ、あ、大丈夫ですよ、なんとか、なんか、うん、一人俺も大喜利全然ダメだからね、そう、難しいなと思って、うん、難しいよな、こっちの人が見えるのか、うん、おー、いいですね、いいじゃん、オッケー、はい、
何時に出たの？8時50分前ぐらいかな、40分前、8時50分だい押したんですよ、うん、それでまあまあでも早く来たね、高速で来たんで、うん、結構石原で降りて、うん、ああ、北中です、あ、そうか、そうか、うん、そうだね、あっちの方が早いね、北中で降りて、うん、結構スイスイだったからよかった、うんうん、この時間になると ね、 もうね、うん、プレゼント紹介してからじゃあこうなる、そうそう、うん、はい、どうしようかな、やってんかな、うん、終わる、あと1分、あと1分、OK、はい、全然浮かばんな、なあ、全然浮かばない、どうしよう、大喜利、3週行きますよ、ん、3週来る、3週来る、うん、まあ別にあれよ、先週も言ってたけど、ゆうこちゃんとかなんかいいこと言っていいんだよ、あ、深いみたいな、深いみたいな、さあということで、今回お菓子御殿から西方さん、ね、はい、お越しいただきましたが、なんと先ほどご紹介した、うん、この新商品の抹茶ミルクマン、そして、ハッピーリングですね、うん、この2つをセットにして3名様にプレゼントいたします、やった、はい、ということで欲しいという方は懸命に、どうします、何がなんか新商品にします、あ、そうですね、あ、なんか違うのにします、まあ、さっきなんかゆうこちゃん抹茶なんとかなんて言ってたっけ、めっちゃ抹茶、めっちゃ抹茶にしますか、めっちゃ抹茶、うん、じゃあめっちゃ抹茶めっちゃ抹茶っていうね、うん、懸命にめっちゃ抹茶って書いてもらえば、はい、で書いて、はい、で本文に住所、うん、そして連絡先、はい、住所じゃないや、連絡先電話番号だけで大丈夫です、うん、はい、で、前回同様ここ FM 宜野湾に取りに来られる方限定とさせていただきます、懸命にめっちゃ抹茶と書いて、本文にお名前と、そして電話番号、はい、お書き添えの上どしどしご応募ください、アドレスメールで受け付けますね、アドレスは gino@fmginowan.com gino@fmginowan.com までお願いします、これから10分間ほど受け付けますのでね、どしどしご応募ください、はい、いやでも本当美味しかったね、美味しい、ね、しかった、これいいですね、はい、お待ちしております、さあではコーナー行っちゃいますか、はい、はい、では参りましょう、今夜のホームラン、うわいいないいね、2月に入り沖縄ではねプロ野球シーズンもう到来ですよ、うん、真っただ中です、そこでプロ野球ファンなら誰もが知っているこの今日のホームランの BGM に乗せて、うん、我々3人が向かってくるあるお題をうまく打ち返していこうじゃないかというコーナーでございます、はい、はい、まあ、簡単に言うと大喜利なんですよね、まあ、そうですね、まあ、言っちゃ大喜利ですね、はい、まあ、うまく打ち返せるのか、うん、ホームランは出るのか、うん、ということなんですけど、はい、うん、大喜利、まあ、矢さんはほら元芸人ですからね、ですよね、得意だと思うんですけど、ゆうこはどうなの大喜利って、いやお笑いは好きなんですけど、うん、大喜利はやったことがないので、ああなるほど、ちょっと緊張してます、そうですよね、うん、この雰囲気の中で行ったらどういう感じになるかもよく分かんないですもんね、分かんないですよね、僕も、うん、普段大喜利を皆さんの大喜利を紹介することはあっても、うんうん、僕が考えることほとんどないので、うん、ですよ ね、 ね、来たのになんか笑うっていう立場ですよね、そうですね、うん、紹介するポジションなんで、まあ、ちょっとこれもある意味実験コーナーじゃないですかね、伊波さんに期待したいと思います、いやいやいや、ハードル上げないでくれる、伊波さん頼みのコーナーですね、みんな期待してね、はい、よろしくお願いします感情ないな、さあではもう早速じゃあ行っちゃいますか、はい、どうなるか分かりませんが、うん、参りましょう、はい、それでは今夜のホームランスタート、では
バッターどうしましょう。順番決めます。順番決めます。はい、じゃあ最初はグ、はい、じゃんけんパー。最初はグ、じゃんけんチョキ。あいこでグー、あいこでグー、あいこでパー、あいこでパー、あいこでグー。よし。長い。これじゃあ僕一番でいいんですか。はい、いいですよ。はい、わかりました。よかった、これ最初にやる方がいいわ。そうですね、最後だ。はいはい、じゃあいきます。はい、じゃあ僕の時は矢さんが言いましょう、ね、お題をお願いします。はい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 、では、はい、バッターボックス、はい、神田邦弘、はい、第1球目のお題、はい、アメリカン忍者の特徴を教えてください。もうとにかくなんかいろいろでかい。かんだって。なるほど。ダメ？ざっとしてますね。今ね、スケールがでかい。はい、いいと思いますよ。いいと思いますよ。ね、うん、そうですね。いいと思いますよ。うん、まあ今日今判断してるのはそのロッキーの方が。あ、そうです。そうなんだ。言い忘れてました。判断はロッキー。そうか、打ち返す音もなくてカーンの時もあるんだ。カーンの時もあるんですね。なるほどね。はいはい、なるほど、わかりました。じゃあ続いて、はい、じゃあ誰ですか、矢さんですか。僕ですか。わかりました、はいはい、いきましょう。1球目、はい、アメリカン忍者の特徴を教えてください。あの煙玉を投げてバーンと消えた後にかすかに香水の匂いが残っている。シュール。シュール。あ、これカーンの方がまだいいな。ね、あ、なるほどね。ああ、一発目シュール、シュール、まあ、ホームランではないですね。ホームランではないですね。あ、まあまあ、うん、打ち返したかな、はい、でも確かに匂いはちょっとあれですもん ね、 ね、独特ですもんね。なんすか、ココナッツですかね。なんですかね。それがあれじゃん、ダウニー、ね、ダウニーか、うん、アメリカンな感じなんでしょうね。隠れてるつもりなのにずっとなんか残ってるみたいな、うん、あ、こいついたなみたいなのね。基本的に匂い強いですからね。強いですからね。あるある、はいはい。じゃあこんな感じでいきましょうか、はい、では、バッターボックスに対するバッター優子、第9、アメリカン忍者の特徴を教えてください。うーん、壁の登り方がめっちゃスパイダーマン。今の、今のちゃんちゃんは何？いや、カンカン、もう日本、日本も打ち返した。日本打ち返した。二塁打ですね。おー、あー、いいですね。あー、なるほど。ギャラリーからもおーっていう、うん、ありがとうございます。アメリカっぽいよね。あー、いいですね。もう一個僕いいですか。じゃあ、いや、いいです、あ、いいです、あ、いいですか。こういう形にしようか。思いついたら言いたいことは、ね、どんどん言って。わかりました、うん、はい、じゃあバッター伊波さん、はい、1球目、アメリカン忍者の特徴を教えてください。あのニン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 じゃなくてヘイ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 っていう。なければよかったな。チャレンジしたけど、ゆうこちゃん のノリでいけるかなと思ったけど、ちょっと場が温まったから今な、だろうね、うん、これ難しいな。俺難しいか。いや、特に次が難しいんですよ。あ、なるほど。次2個目、次 2球目がね、うん、全然浮かばないですね。これこれ難しいよね、本当に難しい。最初にお題言っときますか。これ 2球目、うん、言っときましょうか、うん、2球目のちなみにお題が、子供が純粋な目で言いました、空はなんで青いのというお題なんですけど、これね、うん、難しい。これ難しいよね。これでも俺じゃ、いいことしか言えないというか。ああ、そうか、いいことで返す。面白いじゃなくて、うん、いいことで返せばいいんだ。うんうん、なるほど。じゃあ僕からいきます。わかりました。はい、はい、じゃあ行きましょう。バッター伊波さん、はい、2球目、子供が純粋な目で言いました、なんで空は青いの。赤は止まれ、黄色は注意、青は進め。つまり青い空を目指して上に向かって進めっていう意味なんだな。おお、なんか最後三つ男っぽかった。なんだな。なるほどね。そっか、はい、あ、これ別にいいんですよね。いや、こういうこと、笑いだけじゃないですか。僕ら笑いだけじゃないですか。はい、うん、いいことも時折なるほど入れていきながら、はい、じゃあ次行っていいですか。あ、いいですよ。はい、じゃあバッター優子、うん、2球目、子供が純粋な目で言いました、なんで空は青いの。あのね、神様とね、マイケル・ジャクソンがね、すっごいお友達だったので、神様はね、マイケル・ジャクソンに聞いたの、空何色がいいですか。そしたらこう言ったの、
おお、なるほど、いいんじゃない。ギャラリーが今笑いを起きましたよ。あ、いや、いいです、いいですけど、この世界観にね。この世界観がちょっと、はい、そうですね、うん、いやー、もう僕喋りながら全然浮かばないって思ってるんですけど。難しいね。もう送りバントしてもいいですよ。もう送りバントですか。送りバント、送りバント得意です、はい、送りじゃあ振ってください、はい、送りバントだったら振ってください。じゃあ、バッターボックス、はい、神田邦弘、はい、2球目、はい、子供が純粋な目で言いました。空はなんで青いの。なんでかね。ちっちゃい、今音ちっちゃかった。送りバントですね。うちのあのおばは絶対そう言いますね、はいはい、決して答えは言わない、うん、言わない、はい、なんでかね。考えるのも勉強よ、うん、って言ってね、これ食べなさい、うん、ね、はい、もうこちらの質問と全然違うことが分かってくる、うん、ティッシュに包んでなんかね、はい、お菓子持って帰ったらいいさっていうことですね、はいはい、お菓子5点でもね、ありがとうございます。そうですね。抹茶のね、はい、いやー、これ難しかったな。難しいね、うん、これは多分難しかったな。じゃあ次いきますか。はい、はい、じゃあいきましょう。3球目、うん、じゃあお題先にいきますか。わかりました、うん、はい、誰にも言えないアンパンマンの秘密とは、うん、ないですね。誰にも言えないアンパンマンの秘密とは、はい、秘密、じゃあ僕から、うん、はい、いきましょう。じゃあいきましょうか。はい、お願いします。じゃあバッターボックス、神田邦弘、うん、3球目、誰にも言えないアンパンマンの秘密とは、ドキンちゃんとバタコさんと2人と付き合っている。もう絶対言えないですよ。やばい、絶対言え、もう誰にも言えないです、こんな今ね、うんうん、世間をね、にぎわかせてる。なるほど、なるほど。不倫的な、もういろんなこともありますからね。わかりました。もう子供が聞いたら泣きますよ。怖いです、だから誰にも言えないっていう、ちょっとそれを知ってしまって、うん、そのアニメ見るのもちょっと ね、変、ちょっと違った見方になるかもしれないですね、うんうんうん、確かに。いや、本当は、うん、とかね。そう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 、ありがとうございます、ね、本当にバタコさん呼びに行ったんかみたいなね。怖いですね。実はみたいな感じになるかもしれないですね。よかったです。はい、じゃあいいですかね。じゃあ、はい、行きますか。はい、はい、わかりました。じゃあバッターイヤーさん、3球目、はい、誰にも言えないアンパンマンの秘密とは。本当はちょっとだけのカレーパンマンのテンションが苦手。おー、いいですね。なるほどね。よかった、初めて2回押されました。何があるかな、うん、これちょっと難しいですね。難しいかもしれないですね。わ、うん、かった。じゃあできましたか、はい、子供向け、子供が聞いて、はい、って言いそうな、いいですね、感じのにしよう。はい、じゃあ参ります。バッターゆうこ、3球目、誰にも言えないアンパンマンの秘密とは。あの顔の真ん中にある3つの丸はたこ焼き。3つ。びっくりするな。それはちょっとびっくりするね。何もパンと関係ないっていう、ね、アンパンにたこ焼きってびっくりするな。そうだね、小麦粉。いや、いいですね。でも一応気にして、はい、あのマヨネーズと青のりは振ってない。ああ、うん、なるほどね、気にして。ソースも塗ってないから、そこだけね。なるほど、馴染むようにね、はい、顔に、はいはい、まあ今日今回こうやってみてですけど、うん、結論から言うと、うん、ホームラン出てないですね今日。ホームランの音ってどんななんですか。いや、ホームランの音は、うん、ね、ないんだ。ないですけど、はい、うん、まあとりあえずいっぱい打てば、まあ、ホームランかな。まあまあ3本以上出たのがありましたからね。はい、あ、そうですね、はい、それはもういい、はい、よしとしましょうか、うんうんうん、はい、という感じで、今回は今夜のホームラン、まあ、チャレンジ企画ということで、うん、そうですね、はいはい、やってみました。以上です。ギノガルフ。
めっちゃお腹張ってる。痛い。なんで？わかんないです。なんでかな？便秘ってこと？うん、めっちゃ便秘なんすよ。苦しいみたいね。うん、痛い。5秒前。はいよ。ギノガルフ。ギノガルフよ、お聞きなさい。さあ CM の間にね、優子の秘密を喋、ね、りましたんで、これはもうツイキャスの方と、うん、またユーストリームの方しか聞けてないので、うん、多分ギャラリーの方も聞けてない部分だと思いますんで、ね、後ほど、ぜひ録画の部分を、はいはい、2回目の CM の間に優子のある秘密を喋ってます思わずロッキーがカン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 ってやりますからね、落ちたくなるようなね、うん、デン以来の連打をしたくなるような、ね、はい、秘密がありますんで、はいね、あ、そう、こうやったら録画見てくれるかもね。あ、ね、いいですね。優子の秘密って、はい、あ、いいですね。毎回優子の秘密ね、うん、CM 中に、はい、この番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループお菓子御殿の提供でお送りしました。さあ、ということでもうね、うん、だいぶ後半なんでちょっとメッセージご紹介していきましょう、うん、ラジオネームアレックスさん、ハイタイタイカナさん、やさん、ゆうこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんなカレー好きですよね。大好き、うん、嫌いな人はかわいそうだけどインドに行きにくいよね。何の話でしょう、うん、さてカレーには甘口、中辛、辛口、たまに激辛がありますが、3人さんの好みはどうですか、うん、そうね、私は玉ねぎをデージカ入れて、溶けるぐらい煮込んで甘みが増した中身に甘口のルーを入れるのが大好きです。たまに中辛を作るんですがお腹が大変なことに。必殺技は甘口のルーを多め、少し中辛のルーを入れて混ぜる。これ美味しいですということです、うん、辛いのはどうですか、ゆうこ。大好きです。あ、大丈夫。自分ちょうど今日のお昼もスープカレー食べたんですよ。あ、そうなんだ、うん、それも結構辛めだったし、うん、学生の頃ね、高校生の頃に、まあ、某カレーチェーン店、うん、に、はい、でバイトしてたので。あ、そうなんですね、はい、そこでアルバイトしてたんですよ。なんで最初はそのね、まあククイチが隠さなくていいですけど、ね、ククイチが、うん、最初はめっちゃ普通が辛いの、あっち、とって もう あなたは大人とたくさん仕事してるから、そういうところに気を使いすぎるようになってるから大丈夫ですよ。ちゃんと言った方が良かったから、うん、あ、じゃあココイチそうね、ココイチがね、めっちゃ普通でも辛いわけ、はいはい、で甘口にしてたんですけど、うん、なんかやっぱ消費量的にレギュラーの普通の辛さを従業員が結構食べるんですよ、うん、なるほど。で食べていくうちにだんだん美味しくなって、もともと甘口派だったんですけど、カレー、うんうん、高校の時に結構もう辛口まで変わりました。ああ、そう、うん、じゃあ大丈夫ってこと。全然辛いの大好きです。下が鍛えられるんだ。鍛えられる、慣れてきたのかな。皆、うんうん、さんはどうですか。僕は結構辛いのはちょっと苦手ですね、はい、中辛です、いつも。あ、辛いの苦手で中辛までってことね。中辛まで、もう辛口までいかな い、うん、辛口まではいかない。でも店によって違いますよね、辛さね。そうですよね、うんうん、僕はもう完全にもう辛いの苦手なんで、はい、甘口ですね。 かわいい。星の王子様系星の王子様でもいいですねカレーは甘口ですね。ああ、そうなんです、ね、ただちょっと大人ぶって中辛にして、うん、はいはい、カラッと持ってきはい、続いて、進撃のめいちゃんさん、はい、ギノガルフ軍団代表のカンナさん、ユウサクさん、秘書のユウコちゃんと、ユウナリンさん、生放送お疲れ様です。進撃のめいちゃんですと、はい、あと観覧してるという噂のめぐみかんちゃんもこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。ということで、お仕事中に今メール打ってますが、うん、休憩中にラジオを聞いて楽しんでます。そこでギノガルフ皆さんに聞きたいことがあります、うん、若い時、ゆうこちゃんの場合は現在、うん、ラジオとかって聞いたりしますか。ではまた来週です、ということで。まあこれ最初の頃になんか喋った記憶ありますけど、ね、うん、なかなかね、なかなか普段の生活では聞かないですけど、うん、おばあちゃんが聞いてたんだっけ。おばあちゃんが今でもお家でよく聞くんですよ、おばあちゃんち行ったら、うんうん、で聞くし、うん、高校生の時はお父さんと朝学校行ってたので車に乗って、うんうん、お父さんがラジオを聞く人なので、うんうん、よく聞いてましたね。なるほど、うん、皆さん最近なんかラジコでね、ラジコでめっちゃ聞いてますね。やっぱ深夜ラジオがね、いつでも聞けるようになったんで、はいはいはい、深夜ラジオ好きなんでよく聞いてますよ、うん、なるほど、うん、まあタイムフリーでね、いつでも聞けますからね、はい、ということでありがとうございました。あっという間にエンディングかなってしまいまして、ゆこちゃんとかもうあっという間でしょ、ね、あっという間すぎる、ね、ゆこちょっとじゃあ告知なんか あります、はい、今週の
日曜日、12日の日曜日に、チャタンのウミンチュワーフっていうところで、チャタンフィッシャリーナウォーキングっていうイベントに OBP が出演します。はい、で、OBP 以外にも結構県内で活躍されているアイドルグループだったり、歌手の方だったりがたくさん出ますので、ぜひ応援しに来てください。これ何時ぐらい？何時だっけ？お昼だったと思う。2時ぐらい？2時。ギャラリーに聞いてる。部長に、写真部部長にちょっと、ね。部長の方がわかるっていう。ギャラリーに聞いて、ギャラリーがまたそれを答えるっていうね。12日、ちょうど僕、チャタンでロケやってるんですよ。お球場で。はいはい。近いんで、これちょっとじゃあ見に行きます、僕。やったー、おー、はい、初めてだ。頑張ろう、初めてだ。ここ以外で。いや、だから僕、あれですよ。皆さんと並んで、あの3人と並んで僕もいますから。ギャラリーに、ね。ギャラリーにいますから。はい。先頭にいてくれてるんで。ハイタッチしてますよ、ギャラリー。先頭にいるの、最前列にね。そうか、じゃあ早い時間から並んでるんですね。そうか、ちょっと僕遅れていきそうなんで、あれですけど。はい、じゃあ楽しみにしております。なんかあったかな、自分は。ゆうこ、他には大丈夫？他には大丈夫。大丈夫ね。大丈夫。大丈夫。みたいに言ったね。そうですね。あったね、なんかそういうのもね。はい。まあ僕はさっき言ったみたいな感じですね。はい、12日テレビロケが、ドラゴンズロケがあって、はい、あと来週火曜日、車検です。以上ですね。矢さんは特には。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、というところで、なんかちょっと慌ただしかったです。メッセージ紹介できなかった皆さん、すいませんね。イケペイさんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。ということで、お時間です。ギノガルフ。お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。また来週火曜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。あとのちょっとお休みの時間。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。時間です。あ、そうなんだ。あら、なんかじゃあ、ちょっと喋りますか。ちょっと喋っちゃう。ちょっと大丈夫です。はい。ちょっと。はい。ということで、今、本放送終わりましたが、はい、なんと久しぶりに、この後の番組、お休みということで、おまけ放送やります。おー、イエーイ、めっちゃ久しぶり、ね、じゃあど、メッセージご紹介しましょうか。そうですね。はい、じゃあ、イケペイさん気づいてないですけど、あそこにいるんですけど、イケペイさんのメッセージ読みましょうか。はい。はい、どれだったかな。これか。うん、ラジオの池平さん、来たよグニフィー、ゲノガルフ初ギャラリー。あ、ゆうさくくんは初めまして。初めまして。はい、こう見えて以前にヒープーさんと小刻みがやってるラジオに音声投稿した時、ヒープーさんから、いやすごいですね、でも僕にこんなしてきたらビンタしますけどねって言われたぐらいにフレンドリーだよ、俺と男は。で、こう言ってんがいないさん、あ、さっきまだ来てないときましたー。はい、ということで来ました。池平さんは見たことはないですか、うん、あの奥にいる白い、初めてだね。あ、新聞、そうですね、ジャージの方ですか。そうそう、はい、方ですかね。今新聞を読んでる方ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それはさ、うん、あのゆくちゃんが来る前に、うん、放送始まる前にさ、うん、あのギャラリーの3人が外にね、うん、迎えに行くって言って、え、あの、いや、迎えに行くかなんか分からんけど、はいはいはい、なんか3人で外に出たよって、はいはい、で、いや、ゆうこちゃんは、うん、まあ、今糸満から向かってるから、うん、あ、このルートから来てこうこうこう来るんだよみたいな、なんかその迎える体制みたいなのをしてて、で、俺がその話カンナにしたから、うん、カンナが、うん、じゃあ俺たちのラジオは聞かないってことね。もうだってこれゆうこのラジオになってる。いやいや、俺たちのラジオ。でもね、あの FM ギノワンのドアガチャって開けた瞬間、正面に機長さんがいたから、あー、おーと思って、だいたい、あー、だいたいだなって思ったんだろうね、そろそろ、うん、いやー、ありがたいですね。はい、まあ、でも戻ってきてたんですけどね、うん、あの始まる時にはね。そうね、うん、ありがたかったですね。水に刺した花さん、うん、先週ツイキャスで自分がサインをもらえたら嬉しいなと思ってる沖縄に来ない人というのは、現役時代ミスター監督と言われた斉藤正樹二軍監督です、と。巨人の自分の中で歴代で一番好きな選手と言ったら彼なんです、と。その次は中日で現役に対してガッツさん、小笠原さんですね。ちなみにですが、坂本選手のサインはプロ野球チップスのカードにしてもらってます。桑田さんや槙原さんに比べると地味だけど、皆さん、ゆうこさんは多分知らないかもしれません、すみません。いえいえ。簡単さん、子供の頃好きな選手いましたかっていうことで。ガッツさんって小笠原さんですね。あ、じゃあ違うよ。ガッツ市松さんではないですね。うん、それ思いました。でも、あのプロ野球チップスは分かりますよ。
わかる。おかしいですよね、なんか60円か80円ぐらいの、うん、そうそうそう、うん、今もある、あるある、あると思います、あるよね、そうそうそう、好きな選手やっぱ原辰徳でしたね、小さい頃は、うん、あ、巨人の元監督、現、現、うんうん、前監督、前か、うん、今高橋由伸さんが監督してるんで、なんかイメージ、うん、昔はその監督さんってちょっとね、うん、年配の人っていうかのイメージがあったけど、最近若くない、いやだから最近若くなってるのと、もしくは俺らが年取ったってことです、あ、やっぱそうなのかな、うん、あ、そういうふうに見えちゃうんだろう ね、 なるほどね、そういうことでしょうね、うん、じゃあめぐみかんさん、めぐみかんさんでひょっとしてさっきいた、うん、そうか、なるほど、わかりました、かなさんやさんこんばんは、初ギャラリー来ました、やっと来られて嬉しいです、最後まで聞いてますということで、なるほど、そういうことですか、なるほど、はい、さっき挨拶した方ですよ、始まる前、始まる前に、ああそうなんですね、うん、あ、なるほどなるほど、うん、続いてドクロのピアスさん、うん、かなさんやさん、遅れてきたヒロインパーマネントゆうこちゃん、こんばんは、こんばんは、今夜のテーマ春を感じる時ですが僕は今鼻の奥に米粒みたいな何かが引っかかっている感じがしてて不快です、では皆さん3月3日の新日プロレス行きますか、それではということでね、脈絡がむちゃくちゃすごいっすね、文章ですけど、春を感じる時、まだだな、まだだね、なんか今度寒いんだってね、今週末ね、そうですよ、そう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 、土日が結構冷えるって言ってました、最低11度、ねその前の金曜日が10度って、あら、うわ無理、うん、10度、11度、11度なんて、去年の今頃、うん、雪が降ったとかっていう話ですよね、もうちょっと前でしたけど、そうですね、1月末ぐらいだから寒くなるんだな、ね、けど、ちょっとぐらい寒くならないとね、うん、確かに、りょうちゃんだからね、パーマってたね、だからね、あ、そう、これは切った、うん、どうしたの、あ、なんか、うん、ずっと切りたかったんですけど、うん、この1月28日に舞台があったって言ったじゃないですか、うんうん、支援会が、うん、それが、まあ主人公の奥さん役だったんですよ、うん、で結構この戦争時代とかだから、うん、内地の方でなんていうんですか、本当に清楚で、うん、もう愛情たっぷりで支えますみたいな感じだったので、うん、ショートにしたかったんですけど切れなかったんですよ、うん、自分で役作りちょっとしようと思って伸ばしたまんまにしてて、でやっとちょっと支援会が終わって落ち着いたので、うん、切りに行こうと思って土曜日にレッスン後に切りに行って、本当パーマとか当てる予定なかったんですけど、うん、いつも切ってくださる美容師さんにいろいろ相談、うん、こっちが跳ねるとか癖がすごいとか話してたら、うん、パーマ当てるって言われて、うん、あ、いいっすねみたいな、うん、じゃあそれでみたいな感じになってこんなになった、なるほどあのねいいよね、うん、いや本当ですか、いいよかった、うん、合ってる合ってるね、近所のおじさんにね、うん、今日の朝会ったらね、うん、おはようございますって言ったら、うん、お、髪んこれ寝癖って言われました切ったんだよって言ったら、まあそうね、わからんかったよ、いや、いい感じです、いいと思いますね、本当ですか、やったね、でもなんか自分でも、うん、あ、年相応になったなと思って、あ、それはあるかもね、うん、なんかその、なんか年齢化されていった時にその、髪型も変わってくるからね、はい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 、うん、いいかもしれないですね、ただね、ちょっと悩みがあって、うん、どうした、 OBP でいろんな衣装着るんですけど、はい、やっぱ白いね、ワンピースだったりとか、うん、ギンガムチェックのふわっとしたワンピース着るんですけど、うんうん、それがまあ似合わなくなっちゃった、あーパーマだとね、そうか、もうなんか、うん、ちょっと長めのそれそれがそういうイメージの、ね、うん、多いのか、もうスタッフさんに言われましたもん、ゆうこもうただのイケメンじゃんどうすんのって言って、いやいいんじゃないですか、それはそれでやっぱ、ね、はい、ゆうこらしくて、うん、全然いいんじゃないですか、でも結構ファンの方にも褒めていただいて、うん、うん、いや本当にいいと思います親戸マリーさんからね、うん、まあそこいらっしゃいますけど、はい、はい、UFO 来るよね、な何のこと言ってるんでしょう、いないから帰るところでした、何を言ってるんでしょうのコーナーでしたあ、最初と最後にあるんです ね、 これね、そうですね、ありがとうございました。でツイキャスは続いてるね、あ、皆さんコンティニューコインわーありがとうございます、入れてるんですよ、ありがとうございます、あ、僕座り位置どうですかって、なんか見にくかったのかな、はい、ありがとうございます、うん、ツイキャスの皆さんと会話しましょうか、うん、これ久しぶりだね、この感じで、ね、そうですね、ね、いいですね、あ、ドクロのピアスさん、鼻の違和感なくなりましたということで、なんか詰まってたんでしょうね、あ、さっきの米がなんとかだった、そう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 、寒いのはみんな好きって言ってたよね、前ね、うんうん、寒い方がいいって言ってたよね、うんうんうん、
まあでも柔道でこっちの柔道ってあっちのあれですよね、うん、もう本当に 2,3 度ぐらいの感覚でしょうね、うん、沖縄で言ったら。でも意外に寒いって言いません、ね、内地の方も柔道あったかいだろうって来て、まあ 沖縄風強いじゃないですか、うんうん、だから意外にみんな寒いって言ってると思う、心身と冷えるあの感じじゃなくて、そうなんか吹きつけられるこのこれでもかみたいな、うん、ね、寒さですからねこっちはね。だからキャンプで海沿いに球場が結構あるんで、はいはいはい、寒いのよ、マジで、うん、確かにこう震えながら遮るもんないですもんね。ない、水に差した花さん延長嬉しい、寒いの苦手ね、寒いのもいや、まあね、寒すぎるのはね。最近でもこたつ出す、もう昔は実家にはありましたけどね、ちっちゃい頃こたつ毎年出してたのにもういつの間にか出さなくなりましたね、こたつね。沖縄に必要です。いや昔家にあったわけ、実家にはあったよ、家に。あ、待って、ゆこんち掘りこたつだ。おい、もともと使ってないけどあるじゃん掘りこたつな、すごいね。掘りこたつなんですよ、もうずっと使ってない、一回も使ったことないですよ。あ、そうなんだ。いらない、あれも自分、あれもいらないと思う。何？湯船。湯船いるよ。いるよ。いや、使わないでしょ。いるっつんだよ。めちゃめちゃいるよ。もうあれ、あーってなるじゃん。お風呂、あの銭湯っていうか、はいはい、そういうとこ行ったりとかしないの？ね、大阪行った時に行きました。あ、こっち沖縄でもさ、なんか大浴場行きたいなみたいな。ちっちゃい頃に、今茶谷にあるヒルトンホテル、なんかプールだったの分かります？プールだったんですよ、うんうん、ヒルトンホテルの跡地が、うんうんうん、なんかホテル兼プールみたいな、流れるプールだったんですよ、うんうん、その中に多分大浴場みたいなのがあって、なんかそれのチケット、無料チケットかな、うん、みたいなのが当たったんで、家族で、うん、多分小学校 1,2 年ぐらいの時に行ったなぐらいかな。あとはもう行ったことないですね。俺も本当昨日行ったよ、昨日も。え、疲れてない、最近ちょっと疲れてて、うん、で大浴場行きたいと思って、うん、手だこの湯。あー、なるほど。どこだ、あのね、浦添のあのジスタスのとこ、はいはい、うん、あ、そうなんだ。結構安くてね、いいんですよ。あの、自分宜野湾にあるじゃないですか、ドンキーホーテらへん、裏らへんに、ね、そうそう、お兄ちゃんがよく行くんですよ、めっちゃいいよって言って、うん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 、あっちもいいですね、あっちめっちゃ気になってるんですよ、自分、うん、行こうかなって。あって言ったらマジュンランドもすごいいいけどね。ああ、いいですね、うん、家近いや、うんうん、結構いい、まあっち多分温水プール、温水プールがいいですね。あ、うん、全然話違うけど、うん、これ、あ、本放送で行った方がいいか、まあいいか、あのさ、前に、うん、イヤホンをしたときに耳がピリピリするって話をしたでしょ、俺、うん、耳ピリピリ病じゃないかって話をしたでしょ、うん、あれ、答えが分かりました。静電気。そうなんです。そうだすえ、でもそういうことなんだね。静電気をなんかこっから放電しちゃうんだって、こっちに伝わっていっちゃうんだって、うんうん、その時自分に帯電してる静電気がここのイヤホンの中を通って、その放電するときにここが反応してピリピリするんだって。え、で、なんですか、カナさんは静電気を感じやすいってこと？うん、そう、溜まりやすいってことみたいな、うん、そういうことらしい。だから、解決しました。静電気めっちゃ怖いよね。今日ありました、もう今車降りて、うん、早く行かなきゃって閉めるときになってました。あれ、どう解除すればいいの、あれ。いや、もう静電気を除去するマットに触るって。それがないときとかさ、車ないとき警戒する。めっちゃ手振るとか。なんかさ、だからなりそうだな、なりそうだなと思って、うん、もう恐る恐る恐る、もうちょっと触った時にもピリってくるさね、うん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 、死にわじわじするんだよね。わかる。いや、どうこんなに警戒してるの。うん、やだ。どうしようもないからね、でもね。一気にバッて触ればいい。いやー、でももうこの時期はしょうがないんじゃない、うん、しょうがないですよ、もう。でも、まあ静電気感じにくい人もいるんですよ、感じにくいっていうか。そうそうそう、どうやればいいんですか。けど放送局で働いてる人は帯電しやすいって聞いたことある、うん、もう分かるような気がするじゃん、うん、なんとなく、うん、もらってるんだ電気を。うん、電波の中にいますから、ね、そっか、ね、うん、帰り怖いじゃん、車ね、うん、ビリってきそう。もう手袋するしかないんじゃないですか、ね、ってゆっき浜崎さんが、うん、あとひとみんが湯船いりますよ、30手前になると思う。いや関係ない、もういるいるいる。まあ、大概こうシャワーで済ませがちですけど、うん、たまにね、やっぱり湯船に入ると
いいですよ。いいよね。安心します。うん、あの旅行先とか行ったらもうそうですね。何でももういいか、とりあえず自分で貯めて、うんうん、うわーだらーってしますもん。自分もホテルに行ったら使うやん。うん。うん、確かに。あ、ライブの時コーラスしようとしたらマイクからバチッてした。で、ちょっとどこのピアスさん、ライブの時って何？何？歌手？アーティスト？え、なんか運送じゃなかったですね、どこのピアスさんって。お仕事？お仕事。なんか、あれです、ほら。マイ？朝の港町は三民で縛れるよって言うから、港町から。本当だ。いやでもマイクわかる、やるよね、やるやる。え、自分まだなったことないよ、 OPP で。これは大丈夫だけどね、うん、あのこのうんうん、もうさらのやつね、ないやつね、うんうん、OPP の時、あ、高校生の時、あ、じゃあバンド組んでたんだ。あー、なるほどね。マイクって、そうだそうだ、歌う時って、はい、マイクどのぐらい、どういう意味ですか、どのぐらいって。距離距離距離、うん、やってみる。あ、でも、うん、普通だとみんな持ってるのこうなんですよ、うん、まあ何センチ？ 5 センチぐらい、うん、か10センチぐらい離してて持つんですけど、うん、自分がこんなって持ったら、うん、あの声が通り過ぎちゃうんですよ、うん、だからこのスタッフさんに、うん、ゆう子は声がもう通り過ぎてすごいから、うん、周りとの差がすごいから、あんただけは結構30センチぐらい離しなさいって言うから、自分これぐらい。あ、もう全体のバランスが取らなきゃいけないんだ。基本あれなんですよ、2本 OBP2 本で回すんですよ、歌いながら、うん、とか、あのブームスタンドに立ててみんなが入れ替わり入れ替わりになっちゃうんで、一、うん、人の声で合わしきれないんですよ、ね、どんどん変わるから。自分で合わせないといけない。そうそう、そしたら PA さんが大変だから、うん、なんかみんなは近くで声を張る、優、うん、子は遠くで声を抑えるっていう、うん、なるほど。そう、そういう調整もあるんだ、うん、あ、なんかけどライブハウスとかで、はい、まあ何回かあるんですけど、はいはいはい、もうくっついて喋りますよ。あ、そうなんだ。マイクも本当にもうこのぐらい、松山千春さんみたいな感じ。松永さんここだけど。ああ、これだこれ。あてしないってなるけど、あれここさ、じゃない。もうガンくっつけ、ほぼ、じゃないとダメなの、負けるの、これちょっとあれとか気にしないんですか、そのなんだろう、あの衛生面でっていうか。ね、僕マイマイク持ってます。すごい。そうなんだ。はい、普通のやつをあの買って。だからもう口つけて、どんな加えても口つけても何も加えはしないな。何も加えることはない。いいんだ。うん、でも本当にそのぐらいしないと負けるのよ、ライブハウスとかだと。確かに周りの音につければいいって。でも問題じゃないんじゃない。いやでもね、もうそのぐらい圧かけないと負けるね、まあ、確実に入りますよね。そうそう、この辺だとやっぱり、例えば静かな曲とかだったり、うんうん、ガンガンバンドやってる時はもう本当にほぼ、うん、ほぼがっつけてます。みんな見てたら結構やっぱその感じです。多いですよね、歌手の方とか、うん、めっちゃみんなつけてる、うん、空いてても本当にこのぐらいじゃん、ほんと近くでやるっていう。そうか、アイドル、そこにグループはそういう気遣いがあるんだね。そうですね、音量の。だってさ、でもブーム立てて、はい、ほら小学2年生の方いるでしょ。あ、はい、1年と2年生高さ全然違うじゃん。2人はあれです、マイクで歌わないんです。あ、アカペラ。2人はもう自分たちで歌ってて、基本的にお姉ちゃん5名がみんなで回って移動しながら歌ってますね。あ、イケペイさん、こんばんは。俺は誰ですか？イケペイさんですね。すごい、みんなの声が、はい。すみません、今気づきました。ごめんなさい。イケペイさん、さっきメール、あの、おまけ放送で呼んでますからね。うん、すみません。はい。あの、親戸マリーさんも呼びましたからね。あと、アルファウィング、ケイン、ひとみん、神吉さん、静電気、ドア開ける時の衝撃が苦手ですね。先日、スマホに挿してた SD カードのデータが、静電気で、データもぶっ飛んで、あ、そういうこともあるんだよな。侮れません。そうそうそう、そんなのあるんだ。怖いね。あ、サウロお兄さんから、静電気がこうパスッと切る人は水たくさん飲んだ方がいいよって、うん、あ、そう、水めっちゃ飲むけどな、ゆこ、はあ、あんまり水飲んでないかな。水って飲んだ方がいいみたいね、あの、うん、飲み、お茶とかじゃなくて水飲んだ方がいい。水がいいですよ、常温のとか、ね、自分も毎朝必ず左右飲む。あ、左右の左右って言いますね、うん、本当に。だからなんかあの脳梗塞とかになる人もやっぱ水分が足りない人が多いんだって、血が濃くなっちゃうんだろうね。そうなんだ。水分少ないから、だからそういう人はとにかくその水分多めに取るっていう風に言われるらしいんだ。結構見ますよ、ご飯食べてる時に水3杯を飲む、うん、マジで。ああいう人いませんでした。なんか自分、うん、嫌なのが、うん、
例えば今嫌な話する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 ご飯俺きっかけで嫌な話する思い出した話する思い出したご飯食べてるじゃないですか、うん、自分の周り結構いるのがね、うん、こう白米を口に入れながら牛乳飲む人あもう自分嫌なんですよあれなんかいるよねだからくちゃ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 しながらってことねなんでご飯に牛乳ってなっちゃ う口の中で混ざってるわけそう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 、ね、基本的にご飯がなんか口の中にこうご飯入ってる時に飲むのが嫌なんですよ食べ終わってちょっとこうクッと飲むのはいいんですけどこうもんもんもんってやっときながらなんか飲み物を飲むこと自体がダメなのに、うん、牛乳みたいな、うん、あお茶で流すとかだったらまだまいいまだねまだまだ、まだうん、とかかぼちゃとか、うんなんかお芋食べてる時の牛乳はまだ許せます。焼き芋でちょっとケーキっぽくなるから。そうそう焼き芋には牛乳なんですよ。うん、あの詰まるから結構ね美味しいんですよそれは。なるほど。あとはね嫌だな。なるほど。まああのゆうこあれずちゃんと三角食べできる人ですか。三角食べ？うん、三角食べってわかる？ご飯と、ご飯だったら、うん、ご飯ばっかりじゃなくて、うん、ご飯とおかず、味噌汁って一緒にああもう、はい、いろいろ順番にとか絶対それです、うん、最近さ、結構子供に多いんだけど、はい、もうそれ食べたらそれだけ食べる次これだけ食べる、うん、うちの子そうなんだよないるよね、うん、あ、でも自分の弟そうだ、うん、あの、棚原家丼スタイルなんですよ、大体だからご飯、丼にご飯めっちゃ入れて、弟が、うん、でその上に野菜炒めボンって乗っけるんですよ、うん、いつも野菜炒めだけ先にバーって食べて、うん、ご飯全く手つけられてないんですよ、丼に。だからこれ、三角食べする人からしたら不思議だよ。すごい、うん、その丼、うん、の量で納豆を食うから、その余ったというか手つけてないご飯で納豆を食べ出すんですよ。なるほど。え、なんかご飯の上に野菜炒め置く意味あるみたいな。うんうんうん、そうだ。なるほどね、バランスとかどうなってるんだろうね。ね。うん、やっぱ子供もそうなんだ。子供そうなんですよね。そういうあれなんですか、保育園とか。あ、保育園ではいや三角食べをね、ちゃんと教えてるけど、うん、なかなかできない。まあうちの奥さんもそうなんですよ。あ、そう。それっぽいな。っぽいでしょ。子供なんですよ。簡単に言うと。ご飯をご飯、ね、白米オンリーで食べれないんですよね。もうこれさ、あ、大丈夫かな、時間。うん。大丈夫。一回あの。もしまだあるんだったらあれじゃない、来週ほらバレンタインじゃないですか、うん、あ、そっか、来週何やるかみたいな話します。ああなるほど。あ、ごめんなさいごめんなさい、はい、ありがとうございました。じゃあ、あとじゃあこれやって締めましょうね。はい、ちょっと喋ってて一回、はい、一回。あ、そうですね、うん、バレンタインか。バレンタイン企画ちょっとね、来週バレンタインなんだ。まあ、チョコチョコするちょこっとなんかやる。ちょこっと、あと5分ぐらいでちょっと締めます。ちょっともうしばらくです。ちょこっとチョコにかけるんだ。ちょこっとなんかやる。おちょこっとちょこっと見せる。ちょこっとしゃべる。スポッとしゃべる。曲かけるじゃん。いいよ、俺一番それがいいよ。あの、曖昧までちょこっとしゃべるみたいな、うん、うんうんうん、曲ずっとかけて。なんかさ、何やでした。まあ、これ書きあるか分からないけど、なんか愛の手ってあるさ、曲のね、はいはいはい、いい愛の手と、うん、まあ、良くない愛の手とかってあるよね、うんうん、カラオケとか行っても、うんうん、うまい人もいるよね。うまい人いるね。これ、ツイキャスの皆さん、なんかないですか。来週どんなことやった方がいいよとか、アイディアか、うん、まあ、ちょっと甘いにかけるか。甘い話みたいな。恋バナみたいなのやります。あ、恋バナなんかやったっけ。サイコロ東北でやったっけ。あんまやってないか。やってないか、うん、恋バナはそんなしてないんじゃないかな。あれグレイス聞いたの、ほらカンナさんの、うん、あのなんか福岡なんかずっと片思いみたいな。あれ最初の頃のおまけ放送だよ、うん、ですよね。なるほどね。それから一回もやってないですね、恋バナ。まあいいか、うん、じゃあ甘い。甘い。そうだなぁ。どんなのがいいかな。チョコチョコ。甘いの好きですか。これか。自分で買っては食べないな。ああ。カラオケナチュラリー。はいはいはい、はい、うん、確かに。あ、いいや、気にしなくて。そんなに量は食べないかな。あ、ナチュラリー。ナチュラリー。そうだよね。じゃあ今野球のキャンプ来てるじゃないですか、うん、野球選手やばそうっすね。でファンの人絶対あげません。ああ、めっちゃいいよ絶対。
どのぐらい、まあ来週話するか、うん、まあ、詳しい話はな、うんうん、ね、何が、あ、野球選手、いや、どのぐらい、なんだろう、チョコってもらってたのっていう、あー、もらってましたよ、もらってるよな、なんね、はい、はね、もらってましたよ、うん、そのもらった話ならいくらでもありますよ、やばい、いいな、まあ、じゃあ来週すれば、あ、いいっすよ、はい、全然、うん、あんまり RBC でも喋ってないですけど、あ、ほんと、うん、へぇ、いいな、もう小学校の頃から、はい、大人までいろいろありますよ、バレンタインの話ある、うん、バレンタインの話にまつわる話みたい、島崎和歌子にの彼女と三越の横でデートした話とかって、それはもう僕ですねそうなんだ、そう、もう一回、あの頃まだね、もうお付き合いの仕方がわからなくて、うん、横で一回放課後に喋って、その後どうやって会っていいか分からずに別れたっていう人がいましたね、なんかじゃあそどのぐらいあるの、じゃあちなみにエピソードって、エピソードバレンタインのざっとで言うと、ざっと1、2、3、3個ぐらいは、あ、3個、もっとある、もらったので言ったらいろいろ、予算もあります、エピソード的にはもう、いや、1個喋れてないな、あるかな、話せる、いや、じゃあ、あるんだったら、うん、ね、いや、いろいろ聞くだけでも面白いかな、うん、あ、じゃあ、中1の時のバレンタイン、あー、なるほどね、待ってよ、あるある、じゃあ、中1の20でお願いしますみたいな、うんうん、あ、中1、中2、中3ある、あ、すげえ、すごい、バレンタインの歴史たどるっていうだけでも、あ、待って、あるあるある、すごい、すごい、小4から多分ね、小4、小5、小6、中1、中2、中3、高1、おお、はあ、じゃあもう全然いいさ、じゃあカンナのバレンタインヒストリーをちょっと、ね、うん、全部ずっと聞いとくわ、あります、あります、あ、じゃあそう、え、別に面白いのと面白くないのって別にある、全然面白くなくていいですよね、あるある、じゃあその一つ一つのトークに俺たちが5点満点で評価つける、うんうん、あ、甘さとかすごーさ、ご甘、あ、甘、そうだ、甘、あの5甘、うん、4甘、うん、っていうのでやって、うん、まあそれがどうなるかわからないけど、いいっすね、ちょっとそのトークも、まあ、ちょっとやってみて、分かった分かった、ただもうあの頃俺はそのあれですよ、福岡の行ったその人のことが好きだったから、うんうん、他から来たところで、うん、嬉しいんだけど、うん、そんなに表現しないというかさ、あ、そういう感じだったから、うん、まあもったいないですね、うわー、いいなー、なんかね、あの島崎和歌子にの女の子、うん、本当可愛かったですよ、うん、はい、本当に似てましたよ、あのアイドルの頃のね、うんうんうん、いいですね、いいですね、トークがそれだけ超楽しみ、喋ろうか、じゃあ来週、あ、いいですよ、それでじゃあちょっと、まあ、俺たち聞きながらちょっとね、頑張ってどのぐらい甘いっていう、ね、いいもなんかあるからす、あ、ゴベルト中田さん、そうです、カンナヒストリーをしゃ、うん、ね、バレンタインにまつわるドクロのピアスさん、車で彼女送ってから財布預けてて金縛りになった話とかよく覚えてますね、これ僕の話ですね、財布預けてて、うん、家まで送って彼女が家に入ったら、うん、カバンも、あ、財布持ったまま、うん、俺の財布持ったまま行っちゃったわけ、はいはいはい、カバンに入れてた、あ、このまま免許も入ってるしと思ってそこのもう駐車場で朝まで寝ようと思って、うん、寝てたら金縛りすごい、なったことないんですよ、まあ金縛りですよ、目は開くんでしたっけ、いやもう開かない、まあ、そうなんだ、開くパターンもあるけど俺は開かなかった、これそれはバレンタインの話ですか、違う違う、これ全然違う、こっち向いてたらここか、しかも半年前ぐらいにあのお父さんが亡くなってて、うんうん、あ、そうなんだ、うん、もうその家の敷地内だから完全に親父さんに見られてる感覚が、あ、お前誰かって感じで、俺運転席のここでこう寝てるんだけど、ここからぐわー見られてる、すごい、あるんだ、それバンってやったら誰もいなかったんだけど、うん、本当にもうそれまでバンってやるまでがずっと動けなかった、夢ではないですよね、夢じゃん、夢じゃん、うん、まあ、ちょっとその辺、あれです、一
人玉が出ると。あ、そうだ、見える人でしょ。全然、人玉自体見てないんだけど、その場所がなんかそういう場所だったらしく、一回見たらホテルでヤバかった話です、はいはい、なんどっかでしたんでしょうね、これね、はい、ここは本当にヤバかったです、はい、それも近いです。怖、ね、い、はい、ということで、じゃあちょっと久しぶりにおまけ放送、はい、ね、夏に喋りました。じゃあ来週は喋るでいいの。そう、もうあのカンナのバレンタインヒストリーっていう特別企画ですね、はい、じゃあね。ああ、なんかけどコミュニティみたいね。うん、うん、キマッポとかではないです、はい、違うとこです、はい、ありがとうございました。まあ、ゆうこ、よかったね、おまけ放送があって本当にちょっと喋れたか ね、うん、結局やっぱ1時間ぐらいいる ね、 ね、よかったね、よかった。生活リズムって大事ですからね。大事大事。先週皆さん本当にね、30分ぐらいだったからね、はい、うん、はい、じゃあというところで終わります。あの、はい、コンティニューコインもどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた、来週火曜9時にお会いしましょう、はい、それでは皆さん、さよなら、バイバイ、さよなら、ありがとうございました。これじゃあコインやってるからできるってことなんだね。そうそう、30分ごとに切れちゃうから。ありがたいですね。まあ、競争するっつったらコインがダダダダっと。めっちゃお腹張ってる。イライラ。